話の虎、オールオアナッシング。平和の虎、新旧虎談義。はい、ではですね、平和の虎です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はちょっと趣向を変えてですね、はい、もう出てもらって2年半、そうですね、かれこれなるんですけど、はい、一発目から出てもらってるじゃないですか。はい、野間さんね、はい、あの時の自分以外の4人の虎覚えてますよね。はい、一発目ですか。はい、一発目。ああ、多分言えますね。はい、一発目では林社長、はい、桑田社長、はい、渡辺社長、はい、私、はい、あと誰だろう、ほら長谷部さん。そうなんとその長谷部君が、はい、実は昨日ね、はい、あのほらフランチャイズ版のタイガーファンディングが始まるっていう話で、はい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 、はい、で志願者でまた来たんですよ。嘘でしょ。本当です。はい、彼ね、あの自分でも言ってるんでいいんですけど、ピーク時に97まで行ったんですよ、はい、あの店舗が、はいはい、で、はい、年商63億まで、あ、ね、はい、それがいろいろあって、はい、今フランチャイズ12店舗に、はい、落ちちゃった、はい、でもう一回再生したいみたいな、あ、でそれで林さんと竹村さんの力を借りたいみたいな。なるほど。で志願者で座りましたよ。もう収録終えたんですか。終えました。うわすごい、はい、あ、そうなんですね、はい、そんなこともありながらなんですけど、はいはいはい、まあ、あの一発目に出ていただいて、はい、野田さんが一番最初に投資したのは美月ちゃん違う？いや、最後のチャンネルじゃないですか。あ、最後のチャンネルか。そうか、美月ちゃんですね。そうか、はい、じゃあその記念すべき一発目の最後のチャンネルは今は無きになりましたね。そうですね、はい、そうですね。なんかもうあれから例えばあきらくんとかからの連絡もないですか。ないですね、はい、まあ、ちょいちょいインスタで見るぐらいですね、はい、何やってるか、はい、なんか大阪で、ね、まあ、会社員頑張ってるみたいですね。不動産会社で営業マンやってるんだよね、はい、みたいですね、はい、ですね、まあ、格差が何やったか分かんないね。分かんないですね、はい、まあ、本当にあの時はですね、はい、あのちょっと僕さっきの動画でも自分で勝手に喋ってるんですけど、はい、本当に鬱陶しいやつがまとわりついたじゃないですか。はい、もうあれから2年ですよ。早いですね、はい、早いですね。やっと開示請求取りましたから。あ、そうなんですか。はい、これから見とれよお前みたいな世界でございますんで、あの野田さんたちの、はい、あの怨念を晴らします。野田さん何も思ってないかもしれない。いや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 、はい、まあ、そんなこともありました、はい、じゃあ、2人目が水木ちゃん。神田水木ですね。そうです ね、はい、まあでもね、あの当時ですよ、はい、彼女の希望金額が1500万円で、はい、あの時にしてみれば800万っていう金はとてつもない金だったじゃないですか。そうですね、そうですね、僕今でも覚えてるんだけど、はい、もう僕はこれが限界と、はいはい、あとは頼みましたって、そう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 、ね、やって、で見事にね、800、400、200、100だよね。そうです、そうです、そうです、それで1500になったね。1500になった、はい、そうです、で、まあ綺麗に成立して、はい、で、その後ですよ、はい、オフ会、はい、ね、はい、また大分から来ていただいて、はい、懐かしいですね、相談していただいた時に、はい、野田さん涙して、ね、水木さんも泣いて、あれ感動的でしたよね。あ、懐かしいですね、ね、ありましたね。まあ、あの時はやっぱオフ会楽しかったですよね。楽しかったですね、はい、まあ、コロナの前でしたからね。そうなんですよ、もう全然オフ会最近やれてなくて、はい、はい、さあ、それ以降で野田さんが出した人って覚えてますか。え、岩井社長に出してます。岩井社長に出してます。いけない。出してますね、はい、そうでした、はい、はい、あの、偉いこと忘れてました、はい、岩井社長に、はい、僕に投資していただきます、はい、そういえば、はい、200でしたかね、はい、お願いします、はい、あの毎月ね、はい、普通には返させていただきます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あとは、あと、まあ、その結局進展はなかったんですけど、はい、奥田さん、奥田さんね、はい、はい、奥田さんはちょっとね、うん、いろいろありましたもんね。あったですね。あと最近で言うと、あの海江君だね。あ、海江さん、そうですね、ね、そうですね、はい、うんうんうん、海江は、はい、まあ、野田さんが遠いので、はい、なかなか一緒に撮れないんだけど、はい、なんだかんだ踏ん張ってますよ。ああ、はい、いや嬉しいですね。はい、なんとかかんとか自分で1000万、はい、あ、1000枚、はい、売りまして、やっぱりどっかプロダクションに入らなきゃいけないっつって、はい、なんかね、突撃訪問してますわ。あいつ、一応ね、はい、キングの株式会社っていう、会社の社長じゃないですか、はいはいはい、本当に部下に渡しちゃったんですよ、はい、あ、じゃあもう公言通り。そうなんですよ。はあ、で、もう自分はもう貯金もほとんど尽きて、うん、もうやるしかないみたいな、そういうとこまであいつ自分を追い詰めないと俺は社長動かないんですよみたいな。なるほど。
で、あの踏ん張ってますけども、どうなることやらですからね。まあ、でもらしいですね、はい、彼らしいですね。でもなんか不思議なことに、はい、ああやって出てきた最後のチャンネルとか、はい、海英っていうそのエンターテインメントに野田さんがたまたまいるっていうね、そうですね、不思議な世界がありますけど、例えばあのスパイダーマン回も僕だったんです。そうだそうだ、スパイダーマンの回も私だったんですよ、ね、スパイダーマンの回に野田さんがあの恩情をかけて言ったのに、いましたね。もう名前も忘れちゃったな、スパイダーマン夏目さんですね。あ、そうだ、夏目さんだ、はい、なのでなんか、はい、まあね、せっかく出てくる方にはね、はい、チャンスあればいいなと思うんで。そうですね、はい、本当にあの言っていただいたように僕はたまにしか来ないんで、はい、来るときはあのダスキで来てるんだよ。そうです、そうです、ね、はい、まだサンエイトさんが立派な社屋になってから来ていただいてないので、はい、なんとか今年中にはもう一回ぐらい、もちろんもちろん、ね、はい、参加させていただきます。野田さん、あの仕事が忙しいん で僕ね、あのやっぱり野田さんがこうやって大分から来られることを、はいはい、今日まで軽く考えたと思う、はい、僕が自分で今日羽田から飛行機に乗って大分まで来て、はいはい、レンタカー借りてここまで来て初めて、はい、いや野田さんこれ毎月やっとったんかと思ったらそりゃ遠いわと思って、はい、ね、そのまあお金もかかりますけど、はいはいはい、それよりもやっぱりね、時間がですね、時間がね、大変ですよね。空港から遠いんですよ、遠い、大分って。遠いです。それが結構他の県と違う特徴かなと、はい、うん、1時間半ぐらいかかりますか。かかりますね、かかります、ね、かかります、はいはい、僕も甘く見てて、はい、あのまあこの時間に着くんで、はい、昼飯食っても、はい、絶対2時に間に合うだろうと思ってたら、はい、甘かったんですよ。あ、いやで、あの食い気が勝って、はいはい、でも鳥天うまかったんです。いやー、よかったです。いや、まあ美味しい店に行かれたんでよかったです、はい、あ、あの全然わからなかったんだけど、はい、僕の秘書がね、はい、あのたまたま探して、うんうん、やっぱ美味しかったですね。鳥天はもう有名なんで、はいはい、やっぱ大分来たら鳥天食べなきゃと思って、はいはい、でも本当にあの柔らかくて、はい、サクサクしてて、はい、めちゃくちゃ美味しかったです。やっぱ違いますか、東京で食べる。全然違う。ああ、よかった、はい、全然違う。よかったです。あの東京で唯一美味しいのは、はい、一回あの一緒に行った、はい、あの大分のママいるじゃないですか。はい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 、あの人が今あの銀座の2丁目かなんかで、はい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 、出してるんですよ。出してる。あ、また出されたんですか。はい、あのその大分料理の店なんです。だからそこにぜひ一度、ぜひ、はい、はいはい、よろしくお願いします。野田社長来ないのっていつも言われますはい、もう地元も確かこの近くなんですね、はい、で、はい、あそこ行くと必ず鶏手が出ます、はい、あ、はい、とっても美味しいです、ね、そうですよね、はい、よかったです。いや、大分いっぱい美味しい食べ物、はい、椎茸とかも有名なんです。あ、そうなんだ。あとお魚は結構美味しいんで、はい、まあもし刺身とか、あの別府湾とかの周りには、はい、そのお魚のお店がいっぱいありましたね、今から。ああ、そうでしょうね、そうですね、はい、そうですね、はい、わかりました。まあそんなことでですね、はい、あのちょっと今年中にもう一回ぐらい、はい、絶対出ていただこうと思いますね。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。あとはあのさっきちょっと聞いたんですけども、はい、物流チャンネルがちょっとリスタートか、リスタートします、ね、はい、リスタートします、はい、ということで、あの楽しみにしていただきたいと思います、はい、もうだいぶ眠ってますよね。だいぶ眠ってますね、もう半年ぐらい眠らせてますからね、はい、はい、はい、楽しみにして頑張ります、はい、よろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。